札幌スマイル。一つ一つ違った表情のお茶碗にお皿、手作りのぬくもりが感じられて自然と笑顔になるね。なんていう焼き物なのかな。これは札幌焼きです。大正時代に日用品として使われていた札幌焼き、みんなを笑顔にするために東さんは札幌を代表する陶芸品を30年前に復活させて作り続けているんだよ。職人の世界に入りたいなっていうのは漠然としてあったんですけども、父親からこんな仕事があるよって言って陶芸の作ってるところに連れてってくれたんですよね。形のないところからいろんな形にこう変形していくというか、感激を与えてくれたし、その場ですぐ弟子入りが決まったんです。作る前はいろいろと考えるんですよ。作ってる時には無心で作ってるんですよね。その状況が自分としてはすごくいいなというか。気さくに話をしてくれていた東さん、ろくろを回し始めると一気に真剣な表情に。魂を込めている感じがするな。この後ですね、これを乾かして削って、して素焼きして釉薬をかけます。で青く仕上げてから完成となります。吸い込まれるような深い青色が特徴の一直ブルー、北海道の空や海をイメージして色付けしているんだって。和直さんの名前に由来しているんだね。札幌を代表する、また北海道を代表する産業をですね、北海道人が開拓していくっていう、そういう思いの中でやっています。東さんの陶芸作りには一直ブルーの色のような深い思いがあったんだね。これからもたくさんのスマイルを生み出してほしいな。